おはこんばんちは、伊藤です。皆さんは、G1 制覇できましたでしょうか？私は、まだまだ道のりが長いですが、まだなんとかシャープ1の動画で誕生した、三大秘書のセカンド系が、代を重ね生き延びています。今回は、その続きではなく、ちょっとした実験をしてみたので、紹介してみようと思います。題して、屈強な根性馬、VS、サイコパス、鍵穴。おそらく、皆さんも一度は試しに預けてみて、怪我をさせられたであろう、あの鍵穴厩舎です。とんでもないスケジュールを組むわ、年頭はするわ、ガッチガチのサイコパスぶりです。今回は、そんな鍵穴厩舎に挑む、一頭の馬をご紹介します。それがこちら、糸デコリーボー。コメントとしては、勝負根性、とてもタフ、母に、足元が強い。スピードやスタミナなどのコメントはなし。おそ普通型のボバです。この馬が、鍵穴厩舎に耐えられるのか、どのくらい稼げるのかを検証しました。入厩は8月1週。おそ普通型のピークは、4歳1回から、5歳始め頃。よろしくお願いいたします。デビューは9月4週。新馬戦。騎手は、菅原ジョッキー2倍。まさかの2番人気。おそ普通型で、これだけ印取れるのは、意外と潜在能力が高いのでしょうか。指示はもちろん、逃げを選択。糸ゲコに突っ込んでくる。先頭は糸ゲコに、アンフィトリテ、外から追い上げる。糸ゲコに、わずかに先頭か。迫るアンフィトリテ、坂を登って糸ゲコに、先頭が変わった。アンフィトリテ、伸び足がいい。アンフィトリテ、一番人気に上がれました。そしてここからこの長い戦いの幕が上がるのでした。次戦は2週後の10月2週。ここからが勝負どころ。残り200を切りました。アバント伸び足がいい。アバントさらに差を広げにかかる。アバント伸び足がいい。混戦となりました。シハーブアバント、わずかに先頭は3戦目は2週後の10月4週。わずかに先頭はエイシンルカーノ。ちょっと待って、デビューが9月4週で1ヶ月で参戦してます。怖い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 。4戦目は、相模2週後の11月2週。鍵穴のチャレンジっぷりもすごいですが、それに耐える糸デコリーもすごい。本当に頑張ってます。見てやってください、このしてやったりのドヤ顔。勝利のご褒美か、1ヶ月の給料をもらって、5戦目は12月2週。うちのコリーは、根性だけはありますので、根性でここまでやってきてますので。2歳の最終戦。6戦目は12月4週。クリスマスローズステークス。9月4週にデビューして、途中1ヶ月の休養を挟みつつも、2歳で6戦。1ヶ月に2戦ペースです。全部流すと大変なことになるので、ハイライトだけ。初優勝挑戦。14戦目。G2 ニュージーランドトロフィー。このレースは、他の馬と抱き合わせ出走となりました。後ろの馬がコリーボーです。16戦目、新潟日本賞。現在の成績は16戦、3勝。ここまでは、何の弱音を吐くことがなかったコリーボーでしたが、ついに疲れが見え始めました。さすがの屈強な根性馬でも、2週おき16戦を走り続ければ、疲れるようです。ここで、初めての放牧に出すことになりました。8月3週に放牧に出し、
9月30に戻ってきて、9月40、17戦目。戻ってきた翌週には、レースに出てるとか競技の沙汰ではない。戻ってきた翌週には、レースに出てるとか競技の沙汰ではない。3歳、最終戦。21戦目。G2、阪神カップ。先頭は BB ガルダン。モズ・アスコット、苦しい展開になった。BB ガルダン、粘っている。スピードがないからか、なかなか勝ちきれないレースが続きます。そんな中、初の G1 挑戦。25戦目。高松の宮記念。粘っている。先頭はアクティブミノル。スリープレスナイト、外から差を詰める。先頭はアクティブミノル。200m を通過した。先頭が変わった。スリープレスナイト、伸び足がいい。上位に食い込む力走。よく頑張りました。32戦目、G3、北九州記念。ついにやりました。初優勝制覇です。また、見てやってください。このドヤ顔。サイコパス鍵穴に屈せず、順調に頑張っています。鍵穴もこの笑顔です。お最初戦、39戦目、G3、オーシャンステークス。先頭はヘッドライナー。坂を登ってヘッドライナー。ウトゲコに捉えにかかる。2番手、ウトゲコに差を詰める。ここで先頭が入れ替わる。ウトゲコに優勝に勝目。そして、1年後、6最初戦、53戦目。G3、京都近海。もう6歳なので、ピーク化が1年近く経っています。優勝3勝目。引退レース、57戦目。G2、KO 杯スプリングカップ。なかなか掲示板に入れなくなってきたのと、ピークを過ぎていることから、引退を決意。結論としては、鍵穴に屈せずに、怪我もなく、無事サバブレッドが生を全うしてくれました。総賞金も2億を超え、無事これ名馬にふさわしい活躍です。ちなみにこの馬は、三大始祖血統ではなく、競りで勝った、キメのヒートアップの子孫となります。母馬の糸毛花子は、スピスタもなし、13戦3勝の成績で引退しています。今回の結果から、スピスタなくても、根性があれば、優勝級にはなれることがわかりました。そして、タフさと、足元が強ければ、サイコパス鍵穴に屈せずに走ることもできました。ここから導き出される答えは、序盤の資金難の時は、面白いアウトブリード配合、なんてどうでしょうか。面白い配合の考え方は、検索すればすぐに見つかりますが、もし需要があれば作りたいと思います。アウトブリードは、父にや母にでボーナスがつく可能性があるので、インブリードで体質の弱い馬を量産するよりも、実はいいかもしれません。私も多重インブリードをずっと試していて、意外と強い馬が生まれず苦労しています。サンデーサイレンスの 3×4×4 と、モーガンテイストの 3×4×4 の、国家配合とか、一向に爆発しないんですよね。それどころか、虚弱体質の馬が多く、レース数も少ないことが多いです。今回のナビスから、見事な配合が組みにくいということと、組んでもインブリードが発生しにくく、苦労の割に恩恵が少なく感じています。それであれば、比較的に組みやすい面白い配合や、国家配合、アウトブリードで攻めていくのがいいと感じています。今考えているのは、アウトブリードの国家配合です。一応構成はできているので、進めながら実験していて、もし感触が良ければ、動画でもご紹介したいと思います。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の内容が、良かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、高評価をお願いいたします。この動画では、モンスターハンターや、ダービースタリオンなど、私がやっているゲームの攻略情報や、お役立ち情報などを配信しています。
何か動画のリクエストなどもあれば、コメント欄に記載していただければ、検討させていただきますので、ぜひコメントもお願いいたします。ネタ提供としても、大変助かります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。星がまた